皆様こんにちは、こんばんは、てるてる百貨店てるかいざーです。はい、今日はねガチャガチャやってきましたんでね、こちらのご紹介になります。で、何やってきたかっていうとね、まあ、こちらに並んでますけど、アクアシューターズっていうね、ガチャガチャで展開しているね、こちらのフィギュアになります。まあ、ちなみにね、前回、出ておりますこちらですね、結構ね、まあ、横から見てもらうと分かる通りね、この足とかね、肘、肩ね、まあ、足首もですかね、手首も、全てね、あと首もですかね、全部稼働します。結構ね、結構な範囲で稼働する、フィギュアになっております。こちらね、アクアシューターズ結構ね、もう回数がね、続いてましたね。ちょっともう開けましょうかね。はい。ね、一つはね、これ、人形が当たっております。今回ね、アクアシューターズは、こちらに書いてありますかね。ここにありますね。アクア、シューターズ10になりますね。はい。こちら、アクアシューターズ10という形になりまして、こちら3人のね、女の子と、あとはオプションセット A と B という全5種類になっております。で、こちらにあります通りね、手足の関節はこんな感じでね、すべて作る形になっておりますので、ここにある通りね、立ちポーズだけじゃなくて、手とかね、足とか、ポージングが取れますといった形になっております。で、今回これにプラスね、オプションセットって形で、なんかね、この、なんでしょうね、ガンベルトみたいなね、ジャケットみたいのが、ついておりますんでね、まあ、こちらも、紹介できればと思っております。というかね、今回一発勝負でやったんですけど、一発目がね、このオプションセット A が当たって、A か B かね、どっちかわかんないですけど、オプションセットが当たっちゃって、フィギュア当たんなかったんでね、もう一回やりましたと。はい、こんな感じでね、これ袋から出しますかね。ちょっとこれを着せるかどうかわかんないんですけど、はい、こんな感じで、はい、こうよくね、ここにボッチンがあるんでね、ここに多分ライフルとかね、銃をつける形になると思うんですけど、まあベストみたいな感じですかね。はい、こちらが、オプションセットとしてついております。で、フィギュアの方がね、こんな感じで、ビニール越しで見えますかね。かなりね、こう細かく手足がね、関節になっております。はい、こんな感じでね。で、ちゃんと前塗装になってますんで、基本的にはね、はい、こちら顔がありますよね。フェイス部分があるんですけど、まあ、あと、こちらに制服がありまして、まあ、基本的には前塗装になっておりますんで、何もね、いらないという感じですね。はい、こんな感じになっておりますね。で、私の場合はこのね、ブラウンのね、髪型なので、この真ん中ですかね、渡辺敏子さんですね。こちらが当たりましたという感じになっております。はい。まあ大体ね、今回はアクアシューターズ10になりますけど、大体1つあたりね、3人ずつぐらい出てまして、まあ今回もね、こちらの、点に関してもね、3人いますと。で、オプションパーツがね、2つついておりますといった感じになっております。はい。かなりね、部品は、細かくなっておりまして、まあ、硬いプラスチックというよりかは、ちょっと軟質なね、プラスチックになっておりますので、まあ、難しくはないだろうと。で、こう、関節部分はね、はめ込みではなくて、ここにあるんですけど、この棒の部分ね、ピンをね、横からこう通す形の関節になっております。で、ピンに関しては結構ちっちゃいんでね、こちらにこういうなんかロケット型のやつがあるんですけど、これでピンをね、横から押し込んで、詰めていくといった感じになっております。じゃあこれ早速ね、組み立てて、ご紹介できればなと思っております。はい、じゃあかなりね、細かい作業になるので、じゃあ一旦これね、制作に関しては飛ばします。はい、それでは完成しましたので見ていければなと思っております。はい、基本的にはね、すべてのシリーズ同じ大きさになっております。はい、今回はね、
アクアシューターズ10に関してはこちらの、1人になっておりますね。3人のうち1人になってます。丸2のね、渡辺敏子さん、こちらになります。はい、基本的には今回もね、肩と、肘と腕、あとはね、太ももとか足首、あと股関節ね、腰とか首もね、すべて稼働します。基本的にはね、稼働しまして、あとこちらのね、肘の部分とか膝の部分はね、先ほど言った通り、あのピンを横から差し込むタイプのね、関節になっておりますので、まあバカになったりとかね、あのそうではないかなと思います。まあ、ただこの、まあね、差し込みの部分がね、何箇所かあります。差し込みの部分がね、やっぱりあの硬かったりね、きつかったりして、あのなかなか入らなかったりするので、ちょっと動かしている時にね、その部分が弱いと抜けちゃう可能性はありますね。はい、こんな感じでね、肘と腕がね、ちゃんと、まあ、あの動きますからね。はい、いろんなポーズが取れます。はい、足もね、基本的に全部動きますからね。で、後ろから見ると、こんな感じになっておりますね。はい、後ろから見るとこんな感じになっております。で、これね、あの作る時のやっぱり要注意がありまして、基本的にはね、先ほどお見せしたあのパーツがね、結構細かいので、このニッパーね、ニッパーで、まあ、切り取らないと、いけないかなと思います。で、今ね、私あの、まあ、これ全塗、完全にあの初めからこれ、全塗装されてるので、あの塗装をね、追加で塗装する必要はないんですけど、加工って意味でいくとね、例えばこの肘の部分とかね、今ボチッとあのランナーから切り離した時にね、あのちっちゃいパーツがちっちゃすぎちゃって、1回のね、あの切り取りではこういうポッチンが残ります。こういうところをね、あのニッパーでね、後追いで、綺麗にしてあげると綺麗に仕上がるかなと思っております。まあ、何箇所かね、ランナーからね、一発であの切り取ろうとすると、あの余計にね、あの部品っていうかね、あのプラスチックの部分が余計にそげちゃうので、まあ、そこだけね、気をつけていただければなと思っております。はい、以上となります。あとはね、あのオプションパーツはね、先ほどあのちらっとお見せした通りね、この、 あのベストみたいなね、形のものがついてるんでね、これは、概要欄の方に、サイトの方ね、メーカーサイトの方載せておきますので、そちらで見ていただければなと思っております。はい、以上となります。今回もアクアシューターズの新作、ね、本当はね、あの何回かやってね、これ3種類集めて皆さんにお届けしたかったんですけど、ちょっとね、たまたま行ったところがね、もうほとんどね売れちゃって、横から覗いたらねなかったんでね、こちらの方にしてきましたという感じです。はい、まあ、もしかしたらね、あのオプションパーツ軽いんで、あのガチャガチャこう回した時にね、こっちのねフィギュアの方が下に沈んじゃって、上の方にねこのオプションパーツがね上がっちゃったのかなって、まあ思いますけどね。まあ、あの概要欄載せておきますんでね、他のねこちらの、三輪さんと宮子さんはね見ていただければなと思っております。これ宮子さんね、メガネかけてるから面白いんですけどね、まあ、ちょっとこれまたどっかで別のところで見つけたらやってきます。はい、以上となります。今日は、バンダイですね、こちらバンダイのガチャポンのアクアシューターズ、ナンバーが10になります。はい、こちらの、開封動画になります。はい、簡単な動画で大変恐縮ですが、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。またこの動画良ければね、高評価お願いします。はい、こんな感じでね、レビューやっておりますんで、よろしければ引き続きご視聴いただければなと思っております。てるてる百貨店てるカイザーでした。バイバイ。